タン、牛タン、仙台で牛タン、牛タン、仙台。いやあ、本当にありがとうございます。ありがとうございます。僕たちは韓国から来ました。はい、まあ、皆さんも本当にあちこちで僕たちに会うためにここまで来ていらっしゃってる方々に本当に感謝して、で僕たちも韓国からこの公演のために皆さんのために頑張って準備してここまで来たんですけど、これからですね、もともと、もっといい曲で皆さんと盛り上げていきたいと思います。で、次の曲はですね、いいですか、次の曲いっちゃって。ダメだった。いや、この前の方ですね。じゃ次の曲いいですか。みんな、あー、ダメーっつったら、もう、はい、すいません、はい、もっと喋ってほしいんだって。そうですね、うん、じゃあ5分ぐらいだけもっと喋りますか。じゃあ昨日は打ち合わせの時にこういうのがなかったんですけど、ちょっと前行ってみましょう。5分ぐらいだったら大丈夫なんですか、はい、大丈夫じゃないですか。スタッフさんごめんなさい。すいません、スタッフさんごめんなさい。ありがとうございます、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 あーす、あーす、あーす、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。すごいな、近くなりましたね。いやはい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。ありがとうございます。よく見えますか。そしてですね、本当は、打ち合わせの時に、この、演出とかを、何を言った方がいいかとか、ちゃんと会議をするんじゃないですか。何も話してないです。もうもうステージの上に立って、本当そのステージの上の気持ちで、皆さんを見たら、皆さんに出会ったら、多分、口から自然に出るんじゃないかなっていう話で何も決めてないんですけれども、今から何を言うか全く分からねえ。ねえ、だから面白いギャグとかジェジュンなんかないですか、ね、あ、そうだ、昨日ですね、関根勤さんから電話が来ててですね、デュオンでライブをするっていうのを聞いて、一回電話してみたよって言われたんですよ。で、僕はジュンスに行って、ジュンスがまだそんなに時間が経ったのに、まだ日本でお尻ペンペンボールペンとか、なんかそういうつまらないギャグをずっと言ってますと、やったら、つっともさんがすごいありがたいって、関根さんが。ジュンスにありがたいって。だってそれは関根さんが作ってくれたんじゃないですか。だから今、ね、やってみますか。いや、僕は何も突っ込んでないのに、なんで。何？さあ、これ本当に久しぶりにやります。その照明さんはちょっとジュースだけにちょっと照明ください。僕たちは大丈夫です。僕たちは照明、はい、ジュースだけ、はい、いいんじゃねえかよ、はい、
卵の何だでもお客さんみんな気づいてるんじゃないかよ。だってもう早くやってよ。あ、照明さん、僕たちは大丈夫です大丈夫です、はい、僕たちは編集してください。卵の黄身も好きですけど、黄身も好き。ですね、本当にあの皆さんにあの質問があるんですけど、これって本当に面白いんですかね。いや本当に面白い。結構その前っていうのこれやった時には結構炸裂した感じがする今は、ああちょっとダメだね今は。やっぱりそのもっとちょっとなんか新しいギャグを見せてないから。じゃあじゃあもう一回だ、あもう一個だけ見てもらおう。もう一回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 、はあ、じゃあもう一回か、他のもう一個か。ああもう一回やってください、はい、うんうん、じゃあ照明さん、僕たちは、はい、いや本当に困るよこれちょっと前見て、ちゃんとお客さんを見てやってください、うん、あー絶対永遠に会えない姫さんは愛媛。絶対食べれないサンドは表参道。では、はい、次の曲の準備が終わりました。終わりました、はいはい早くもう走ってくれ、走って、もう次の曲行くから。いや、お、いや楽しいペペプルペン。いや、もうひどくないの俺。やっぱ純粋はカリスマを持ってますよね。本当に今このトークが結構めちゃくちゃだと思う今。いや、ジェジュン泣いてるんだ。泣かないで大丈夫あ、すいません。あすいません、申し訳ないです。はい、では、この楽しい雰囲気をすいません、じゃあ少しだけ時間ください大丈夫大丈夫本当に泣いてる今大丈夫ですか、はい、大丈夫です大丈夫です、はい、はい、じゃあすいません、申し訳ないですまあね、ここはライブ会場なのね。バラエティ番組じゃないですもんね。練習できないから、はい、この楽しい曲を楽しつけて、次の曲に行きたいと思います。では聴いてください。次の曲はゆうちゃんの韓国のドラマで主題歌だった、その曲知ってますよね。で一緒に歌ってくださいね。では次の曲